じゃあこんにちは。またまたガンちゃんよろしくお願いしますね。はいなくて七癖。はいガンちゃん、はい喋るときに自分の特徴知ってる？この間ちょっと放送の時の音声さんに僕は何かの時に「ええー」ってよく言うらしいんですよ。そうええー、って伸ばすんだよ。あれ何意識的じゃないの？いやそれから自然だ。いろいろ見たら「ええー」の時に次考えてるみたいな。いやそりゃそうや。はい、それは喋りながら間を入れてちょっと次の展開を考える。そうですそうです。僕あんまりその人にモノマネされる方のタイプじゃないんですけど、そのいつも音声聞いてる人が「なんちゃんいいいい」っていつも言ってますねって言うから「あれ?」とか後で聞き直したら結構言ってるんですよ。いや結構言ってるよ。あそれは何自分で気がつかない言われるまで気がつかなかった。気がつかなかったです。それは俺話し方の特徴として俺自然に取り入れてやってるんだと思ってたんだけどそれじゃない。でもズバリ本当次のことを考えるときにバツナギの「いいいいいい」って言ってます。俺なんかある？豊さんはそんな目で見てないじゃん。いやしゃべりの癖はそんなにないよね。はい、うん、例えば「とかさ言うのをやめろって言ったらしゃべりにくいだと思います。あ、そのはなくせって言われたらできるかもですけど、でもなんかこう不安な部分がある。あります。あるか。だってあれずるい一部ですから。まあそうだけどただ今年いろいろこうフォームを変える、はい、ピッチャーとかピッチャーのはい、うん、で野手も変える、まあ、例えば中島が上段に構えたのをグリップ落として打ち出したとか則本、はい、とか。例えばパ・リーグを代表するピッチャーじゃないでセ・リーグだったら菅野、この2人がね、まあ則本は戻したっぽいんだけど、はい、ちょっと変えたよね。あれはどういう意図があるの？まず則本の見た時には、うん、まあ彼手術とかも経験してちょっとキャッチャーを見るバッターを見るアングルのチェンジですよね。ノーエンドアップで正面から入ってたのを、うん、彼ちょっとノーエンドアップでいった時にパッとこう端に入るようにしたんですよ。うん端に入ったらどういう意識が、まあ、右打者だとインサイドにこう角度つけるイメージが出やすいとか、まあ、プレートって60センチほどあるじゃないですか。あれ右端と左端で大きなアングルの差で自分のピッチングのコーディネートも変わってきたりするんですよ。それをちょっと新鮮さ求めたのかなと思ったんですよ。でもその手術した後の体ももう全開になってきた時にもう普段の正統の則本に戻ったのかなっていう感想は持ってます。ガンちゃんプレートとかいろいろ踏み返したことあるの？試合の中ではあんまりないんですけど、今日はこっち相手チームに左打者が多い右打者が多いとかでちょっと変えることがありました。左打者が多いとどっち踏むの？まあその時の、まあ、一番は自分の調子ですかね。あそうかそうか、はい、変化球がよく曲がり球が曲がってる時にはどうとか、うん、僕は肘痛で困ってる時に肘痛で困りながら投げている時には時々こう変化球で出力を抑える球で逃げてたんで、すごく一塁側の端から外に左バッターの外にこう落ちる球で出力の弱い球をベースにいってる時あったんで、まあ引っ掛けさそうみたいな。あそうですそうです。はいそれすごい覚えてます。なるほど、はい、じゃあ則本はこの自分の視界を変えるということだよね。多分一時変えてたホームの時は一塁側踏んでたんじゃないかなと、僕も確認不足なんですけど、うんでワインドアップの時はちょっとクロス気味に持ってたんじゃないかなと思います。でもう一つ菅野こうやって構えてて先に手をこっちに持ってって、はい、足が上がるじゃん、はい、これなんか科学的に言えば最初にこっち持ってきた方が足がよく上がるっていう、ね、それ僕にはちょっと難しくて、うん、まあ足が上がるかどうかは別問題として。まあ例えばピッチャーは足が上がる上がらないっていうのはこれは大きな問題になってくるの？これまあちょっと勢いがつきます。足上げた方がマウンドの傾斜とともに下がっていく時に勢いのついた投球フォームもできますし、踏み出す足の親指の母指球からドーンと入るピッチャーはやっぱ足上げていきますよね。だからその足が上がらないっていうのはそういうピッチャーっていうのは困るということか。ドーンといけないじゃないですか。足が上がらないと行きにくいですよね。まあ、なので足上げたピッチャーの方が勢いがつくので強い球が投げれるっていう理屈はそこにあると思うんですよ。昔はも軸足ヒールアップするわ、足目いっぱい上げるピッチャーもいっぱいいたじゃないですか。はい、そこで勢いをつけてバターンって投げるピッチャーいたんですけど、最近はもう体も体幹も強くなってるんで、そろーっといってオーバーハンドのピッチャーがかかとから入るピッチャーが増えてきたんですよ。これ不思議なんですよ。いや普通かかとから入らんの。いや違いますよ、豊さん見てください。オーバーハンドのドーンと勢いよくいくピッチャーは踏み出す足が母子球からズカッと入ります。で外国人ピッチャーとかは歩いて踏み出すようにパッとかかとから入るんです。かつてはサイドハンドかアンダースローが大体ガーッといってかかとから入って投げてたんですよ。これ僕サイドハンドやってたんで気づいたことです。やってたな。はいはい。でオーバーハンドぐらいに戻った時にやっぱズカッと入る方だったんですよ。その方が勢いがつきますね。でこれはもうアームアングルで身のこなしが縦振りか横振りでも変わってくると思うんですよ。だから菅野はこうやることによって足が上がる。これ足が上がる、僕が思ったのはどういう理由なの。こう構えてて普通に一連の動作でパッとやった時に行き過ぎるとか行かないとか体の連点がそこに誤差が出ると思ったんですよ。なので手をここで決めることによってここに足を持ってくるだけでいつもと同じポジションでピタッと止まるでそのスタート地点をここで設けれますよっていう僕試みだと思ってたんですよ。じゃあテイクバック、ゴルフでテイクバックが決まるということだな。どこに持ってくる。そうですそうです。毎回同じとこで決まるっていうのをまずここですよって作ってるのかなと思ったんですよ。で足が上がるっていうんですか。なんか科学的に言えばね、そういう作用もあるということ。でも上がるということは悪いことではないということで、悪いことじゃないと僕は思います。日本ハムの有原はあれアームアングルどこだと思われます。どこっていうのはゼロポイントが、いやオーバーハンド、サイドハンド、アンダーハンドってあるじゃないですか。スリークォーターじゃない、スリークォーターぐらい、どっちかというと上の方ですよね。まあそうですよ。彼かかとから入るんですよ。普通先発ピッチャーってマウンドに行くとまず足場作るじゃないですか。かかとやっぱズカッと入るピッチャー特に足場作るんですよ。彼一切しないです。パーッとマウンド上がってペローっと5球ぐらい投げてプレーボールでブーって投げ出すんですよ、かかとからピュッと。特に足場作らないんですよ。不思議なピッチャーです。それは何、いいことなの悪いことなの。これは僕ね、でも結果出てるからな。そうなんですよ。ほんで若いズカッといく吉田輝星とか見るとこうなって母子球からズカッと入って土煙が上がるみたいな。だから僕はオーバーハンドは大抵ズカッといく方だと思ってたんですけど、有原がで、あと外国人ピッチャーですね。かかとから入って、どちらかというと上半身を主に使いながら投げるピッチャーっていうところで今止まってるんですよ。まあそうだよな。外国人ってこう投げたら一塁側に倒れるピッチャー多いからな。はい、もう倒れ込みのピッチャー。ピッチャーは難しいな。やっぱりやったことないからさ。いろんな統計取ってるんですけど。まあ、あとね。今日桑田が面白いこと言ってたんです。まだ腕を振ってますねと、ヤクルトのルーキーの星稜から入った奥川君、はい、で154キロ投げたと。でその映像を見てまだ一生懸命腕を振ってますねと。そうじゃなくて、はい、腕を自然と振れるフォームじゃなかったら通用しませんよと。朝の番組ですよね。分からないよ。分かる。僕分かります。いやどういうんだよ。腕を振れって言われると腕を振るんです。そうそう。だから今状態はそういう状態に奥川はいると、自然と腕を振れる状態のフォームを作り上げなきゃいけない。身のこなしが充実してさっと足が上がって傾斜通りに降りていって、体が地面から体幹から捻転入ってくると後ろからでんでん太鼓の糸の先のボールのようについてきて勝手にビシャンって振れるんですよ。何もしなくても。ほんで球がビーンってスピン効いた球がいくんですね。ほんと疲れにくいしバッターが面白いぐらい差し込まれます。それ分かります。もう一回言って、何腕を振れって言ったらもう腕に意識があって振ってしまうと。意識の中心が腕で強くだから胸の張りとかが大事なのか、こういった時の、そういうことじゃない。いや運ぶ順番ですね。下半身が運んでいって横向きだ、最後投げるときには必ず捻転しなきゃいけないじゃないですか。もうそこまでいってもう勝手に体が捻転始まったときに腕がついてくるっていう表現ですね。ついてきてビシャッといったときにもう体と腕との連動がスムースなんで勝手に触れる。もうムチみたいにバチンと戻ってくる。振らされるってことですね。小橋さんその表現しませんでした。腕が振らされるように出てくる。でも彼はどっちかというと腕を振りにいってるんですよ。そうそう、まだね、はい、投げ手の身からすると言ってる意味は分かります。なるほどね、はい、やっぱ難しいな、面白いなと思って。はい、菅野はもともとちゃんとやっぱ強くでんでん太鼓になってました。リードしていって腕が勝手についてきてるピッチャーでしたね。だからガンちゃんも現役の時に、はい、あんなにゆったりしたフォームでピーンとくるじゃない。だから打者と、はい、打者が立ってる感覚となんか力強さがないから全部差し込まれてるっていう。それでんでん太鼓になってたでしょ。勝手になってたと思います。でも力み出してからでんでん太鼓どころじゃなくなったよね。もう今の小林さんの言葉通りで腕を振りにいってた。そうだよな、はい、それは何、ボールがいかなくなったから。いかなくなったのでまずスピードガンだけでも追いつこうと思って力みが入ってくるんですよね。ああ、なるほどな、はい、そしたら合うようになったでしょ、打者に。バッターに合うんですよ。そうだよな、江川さんが褒めてたのにな。あの当時褒めていただきました。このピッチャーは勝てるわって。だって腕の振りとスピードガンが合わないって、そのぐらい腕の振りが弱く見えるけど速かったって。あの時はぼちぼち稼いでましたな。残念なことしました。